フォートハミルトンパークウェイ駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT ウェストエンド線の駅で、ブルックリンク、ボローパークの、フォートハミルトンパークウェイマイナスニューユートレヒトアベニュー、交差点にある、終日 D 系統が停車する。北西側階段4と、ハミルトンパークウェイ駅は多少オフセットした、配置の相対式ホーム2面3線の高架駅で、1916年6月24日に、開業した。 中央の急行線は普段使われていない。ホームにはクリーム色の風防と赤い屋根が設けられ、緑色のフレームと支柱がそれを支えている。ホーム両端には腰ほどの高さの構成フェンスが設けられている。フォートハミルトンパークウェイ駅には線路下に高架駅舎が2つ設けられている。南端にある方は終日営業しており、各ホームへの階段と待合所 ホーム間連絡通路、自動改札機、トークンブースがあり、階段で45丁目、ニューユトレヒトアベニュー交差点北東角と北西角に降りることができる。北側の駅舎は閉鎖されており、ホームから階段で降りると、駅舎の脇の通路を通って、背の高い自動改札機の前に出る。改札を抜けると階段で42丁目から43丁目間の、 ニュー・ユトレヒト・アベニュー・両側に降りることができる。2012年の改装の際に、ポーシャマンソン製作のガーデンズ・オブ・フォート・ハミルトン・パークウェイ・ステーションという作品が飾られた。これは様々な植物を描いたステンドグラスでホームの風防にかけられている。李国勤のため流涙のカラオケビデオクリップは当駅で撮影された。ありがとうございます。